結婚式だ。海めっちゃ綺麗。ヌサペディラに到着しました。これに乗るんだ。すごいサボテン花も咲いてるよ。もう風が気持ちいい。あそこがカフェで泊まる場所。あ、これも？これも全部。何部屋あるの全部で？6部屋。6部屋。清掃で登る。清掃で登る。この人。この人。ああ、猿みたい。すごいな、あっという間だね。あ、本当だ、降りてきた。ロープはそのためだったんだね。そうです。賢いよ。じゃないと割れちゃうから。柔らかいから。うん、取れた。取れたてココナッツ。うん、取れたてココナッツ。持ってみる？これはおじいちゃん。おじいちゃんココナッツ。取れたてだけど。あー、おかえりなさい。これ何？レモングラス。はい、行ってます。レモン。ジーヤ？ジンジャー。ジンジャー。ジンジャーとレモングラス。レモングラス。お茶だ。うん、お茶ですね。さっき取ったばっかりのココナッツ？ココナッツ。うん、ココナッツ。今取ったやつでね。今取ったやつ。すごいね。嬉しい嬉しい。でこれもいつもカフェのメニューにあるの？うん、いつもない。ない。予約食。予約食。でもカフェのメニューに一応してる。ある。ある。おお。クリスタルビーチというところにやってきました。結構人いるな。これから行くの何ビーチだっけ？アトゥービーチ。アトゥービーチ。めっちゃついてきてる。バイバイジョニー。前をだいぶ上に車止めてるんだけど、前と違うところに。今すごい綺麗な道ができたでしょ。ヤフマーです。で、あの、サティーブ。すごいでしょ。うわ、めちゃくちゃ綺麗。うわ、すごいね。すごい綺麗じゃん。We'll be right back.
切り状態だ。この階段はなかなか怖いね。断崖絶壁。下まで行こうと思ったんですけど、なんか階段がこれ途中までしかできてなくて行けませんでした。あそこにお寺がある。ただこっちも綺麗だな。お綺麗。ベッドが置いてあるぞ。あ、こっちもめちゃくちゃ綺麗。お祈り中です。おーすごい形。さっきのビーチの反対側は降りられます。はあ、着いた。人がほとんどいないぞ。宿に戻ってきまして、もう3時半なんでご飯を食べます。キャッサバ、これは蒸してから揚げるの？結構手間かかる。蒸してから。なんか衣つけるの？うん、そのまま。素揚げなんだ。素揚げ。めちゃくちゃ美味しい。これポテトとお庭のリリコイ。リリコイって言わないのか、バリじゃん。パッションフルーツ。あ、パッションフルーツ。リリコイはね、ハワイの言葉だから、ね、私リリコイ、リリコイって言ってた、うん、これ何て言うの？パッションフルーツ。パッションフルーツ。パッションフルーツ。違う違う。言葉でバリ。あ、マルキーサ。あ、マルキーサ。マルキーサ。マルキーサだ。って呼ばないといけないね。そうだ。これ何の春巻き？ベジタブルの春。ベジタブルの春。あ、笑えた。これは何ワッフル？フルーツワッフルだ。あ、フルーツワッフル。へぇ。すいません。手がいいのこでもいいですよ。何ライスプディン グ、黒米ライスプディング。食べるからね。次から次へと。これはチアシード。チアシード。これ何カレー？ベジタブルカレー。ベジタブルカレー。あ、ベジタブルカレー。パンプキン。パンプキン。パンプキンたっぷり。これ何バーガー？これベジ。ね、アポニアダンバーガー。ビジバーガー。ベジバーガー。ベジバーガー。ここはビジしかないんです。栗金ビーチにやってきました。まだ朝の8時20分なんで、私たちが一番です。なんかすごい鹿みたいな牛がいる。めっちゃかわいい。牛？ウィーウィーウィー。おはようございます。おはよう。お嬢さん、あのビーチに行きましょうか。そう、ここのビーチに行くの。おー、すげえ。ここまで降りんの？そう、ここ。いや、降りないよ、今日。え？あ、今は泳がないもんな。うわぁ、めっちゃ綺麗。もうすごい波来てるね。今日は泳げないね、絶対。残ってる。おぉ、ブロークンビーチ、めちゃくちゃ綺麗。おまみしおや、ちょっと待って、おまみしおや、せれるまるま、せれるま、うちのおやぶりまま。何作るのこれ？これは今、カッサバから、うん、おやつを作る。おやつなんだ。はい。キャッサバとこれは？これはココナッツシュガー。ココナッツシュガー。はい。この葉っぱは？マヤブ、マヤブ、バルトーブマヘン。この葉っぱはバナナの葉っぱです。バナナの葉っぱ。このシャパカサバで、うん、これができて、うん、吸ってね。吸ってね。その後に
あのこれをラッピングしてねねえおぼりよこれはねここカサバとココナッツ、うん、お塩とココナッツ入れるだ、うん、はい。ベン、ベン。何入れんの？この後どうするの？これ。この後は蒸す。蒸すんだ。はい。コダンギャン、あの、皆さん起こしね。マン。マン。コダンもね、起こしねえね、皆さん。まあ、20分ぐらい。20分ぐらい。蒸しして。これさっきやってたやつ、ね、あ、さっきやってたやつペペスおやつペペスだ、ね、おかずペペスおかずペペス豆腐のペペスキャッサバチップスとキュウリ今年、赤ご飯、うん、あ、ナスナス、うん、ちっちゃいナス、生で食べしナス、うん、キャッサバダンゴ、キャッサバ蒸したやつ、かぼちゃ赤もサンバル、ご飯これスープなんか初めてね。あずきと青いパパイヤスープ。あずき。へえ。青パパイヤスープ。まあベビーあずきね。うん。これちっちゃいの、ね。うん。うん。本当になんかジャングルだね。うん。ジャングルなの。カシュー。カシューナッツ。まだ赤ちゃん。これはまだ赤ちゃんができて。この花から咲いて、この赤ちゃんができて。うん、だんだん大人になるんですね。ちょっとだけ赤いねこっち。でもアリがなんか食べてる。うん、でもそれはまだまだ大きいのが。こっちはその赤ちゃんから大人になるプロセスが。うん、あっち大人になってる。そうだね。うん、あれはい。あこれはティーネイジャーかな。うん。んでこれはもうちょっと大人になって。うん。そしてでねこれねこれこういうふうに取っちゃうと別々になる、うん、種と実ね、うん、これまたその中身を食べるためにまあいろんなやり方が開け方があるんですけどこうするのとかあの火で燃やすの硬いんだよねちょっと硬いんですこうしてこっちの人のやり方でね。うん。うん。これが中身のお菓子。あ、出てきた。かわいい。そうですね。まあ、こっちの地元の子たちは、カシューナッツを食べたいときに、もう勝手にジャングルに入って、取るんだ。取るんです。あのこのフルーツの形でも食べれるんですこれ、うんうん、そしてこれ生カシューナッツをこれ生カシュー、うん、でもこれはでもまだ乾燥しないといけないんで、うん、これはまだあのなんていうのかなあれが入ってるね、うん、あの、うん、なんていうのあれよねほらそうそう、あのあれあれほら、ローの時もそのために酵素抑制物質そう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 それジュースっていうもう忘れちゃったの恥ずかしい、もう忘れちゃった忘れちゃいました日常になってるから酵素抑制物質酵素抑制物そうそう、酵素抑制物質あまり食べてはいけない、うん、あ、なるほどね、うん、これが、まあフルーツとして、うん食べれるんだけど、ちょっと味見食べてみて。フルーツ。でも甘い。うん。美味しい。えぐくない。えぐくない。えぐくない。あれぐらいだったらね。実なんだ。うん。これね。うん。リンゴみたいだね。そう。リンゴないけど。でも渋い。めっちゃ渋い。スタピリピリ。ああ。すごい、うん。そうそう。こっちの方が。だからこっちの人がね、これ絞って干したら、うん椎茸みたいな、うん、ドライにしてそうドライにしてねそれで天ぷらとかで、うん焼いてんですよ、うんうん、でも美味しいよ、うん、美味しい、うん、
あの天ぷらってゴレン炒めるゴレン炒めるの、うん、そうそうそう、うん、炒めるのそうそう炒めるんです、うん、それで昔はおかずがない時に肉の代わりにこれをおかずになる。前これスープで食べたよね。スープでもいいし、スープにするんだ、そうそうそう。あとはまあ、口の食べ方では甘辛いソースつけて、うん、ルジャクって言うんだけど、それで食べる漬物みたいな、うん、生でスライスして、うん、甘辛い、そう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 、それをルジャクって、うん、ただこの島ではこれがあんまり人気ない。あ、そうなんだ。ダサい食べ物って言われるダサい食べ物、そうそうそう、渋いから、渋いから、しかもどこにでもある、むしろらしくないっていう、うんうん、そうそうそう。マンゴーすごいなってる。これは緑、熟しても緑の種類？熟、いや、黄色くなったらもう熟。黄色くなるんだ。いっぱいなってる。いっぱいなってる。一応このマンゴーも野生で出てるんですよ。あ、そう。キモリ？コモリ？コモリが食べて、うん、ここで種を落として、そのまま育ってるんだ。育ってる。もうすべすべ。でも慣れないから。そうだね、うん、疲れた、うん、昔はよくやったけど、そうだね、子供の頃、うん、今は年齢の問題もあるしでもできた。はい、できました。こういうふうに、うん、うん、あ、横に生えてるの？はい。これ縦かと思った。こういう感じ。根っこです。うんうん。うん、この根っこから芋ができてます。うんうん。次のカサバ作るために、この茎を、うん、これぐらい、これね、もう刺しだけで。刺し木で。こういう感じで。こういう感じだけでもう生えてくるんだ。こんなんだこれになるんだね。すごいね、うん、シンプル、シンプル、本当はもうシンプルのライブで、いいね、南国暮らし教えてくれるんでしょ、うん、神様がね、人間が欲望が多すぎてこんなことやらない、うん、このお寺の正式名称はグワギリプットリーです。グワギリプットリー、生まれ変わりのお寺ね、清掃してね、生まれ変わりのお寺ゴアギリプットリーに行きます。お水くれるんだ。ここに入ってったらどっから出てくるの？ここに入ってったら、あ、ニョーマンも入っていくんだ。あ、もちろん。あ、持っててくれる。あ、持って外に行ってくれるのかと思った、バックパック、うんうん、一緒に行った方が悪かったね、うん、よし、入ろう。あ、めっちゃ低く、あ、なんか意外と広いんだね。あ、すごい。でしょ、意外じゃない。何これ、すごく広いの。めっちゃ広いじゃん。めっちゃ広いの。え、天井、あ、高っ。そう、へえ、うん、お清め、
びしょびしょ。お清め完了。びしょびしょ。ニョマンはお清めしないの？文句だから大丈夫なの？マンクだから。本当はマンク、白いマンクやってくれる。うん、今日いないから。私たちできないから。うん。は外とつながってるんだ。一番最後の寺。足に刺すんだ。はい、OK。生まれ変わった。生まれ変わった。夕焼けめっちゃくちゃ綺麗。月もちょっと出てる。すごいね。ここがヌサペニダで泊まっていたところです。シャワーとトイレ、ベッド。よし、でこれからウブドウに戻ります。花がめっちゃ綺麗。How do you say pretty? Pretty? Tell? お母さんに言って。かわいいって言って。チャンジーチャンジーチャンジーバグー照れてる。すごくかわいいって言ったらね。チャンジーチャンジーニクニクしてる。そうよ。バリ島に戻ってきました。バリ島とヌサペニダはこの砂の色が全然違うね。ヌサペニダは白い砂で綺麗だったけど。モクサっていうローフードレストランに到着しました。素敵だね。エネルギーん？いない。ちょっとずつお試し、初めてにおいを感じたけど、ラザニアとローピザ。うん。わーお。あれ？違う。ちょっと違う。違う。みんな違うの出してくれた。あれ？なんかサービスの一環かな。一緒だと思う。みんな違う。違う。いいような。微妙に違うんだ。オレンジバッグ好き。Very good. オレンジバッグ好き。ポテトパイ。どこがいいなとか。キャラッチ好き。これ狙ってる。でもこのパッションフルーツも美味しそう。ストロベリーアイスクリーム。ストロベリーアイスクリーム。マンゴーソーダ。やったー。